ライプ茨城の井上智子です。全読会駒ヶ根道場の西川桃香です。4つ目はマウントからのアメリカーナをやっていきたいと思います。クロスチョークを嫌がって相手がこのように防御をしてきた場合ですね、手首と前腕を掴んで体重を全部押すような形で変化にピンをしていきます。ピンをしたらば親指もまとめてこうですね、このようにピンしていきます。この肘を相手の顔に詰めて少し右側の方にグッと押してあげます。左手はこうではなくて手のひらを上にしてここを差し込みます。自分の手をしっかり握ります。自分の手を自分の胸に引き寄せるような形でグッと引き寄せます。引き寄せたらば肘を上げるようにして相手の肩関節を止めていきます。ぜひやってみてください。